文化発信の拠点として整備が進められていた奈良歴史芸術文化村がオープンし改装式が行われました天理市相馬の内町にオープンした奈良歴史芸術文化村は奈良の歴史や文化などの発信拠点にしようと県が総事業費およそ100億円をかけて整備しました 改装式で新井知事は、ルネサンスの後に産業革命がやってきた、そのような発展ができるよう願っていますと挨拶しました。敷地内には4つの建物があり、1年間を通して土器や仏像などの修復作業を見学できる文化財修復展示棟や奈良県産の農作物や工芸品の販売所などが設けられています。 県内外から訪れた観光客は見学と体験を通じて奈良の歴史や文化を楽しんでいました。